IAAF ワールドチャレンジは国際陸上競技連盟主催の陸上競技国際大会のサーキットである。1985年から世界各地で1日の単発で争われる国際競技会グランプリサーキットとして開始された。その後1998年に大規模な大会をゴールデンリーグ指定大会とし賞金ボーナスを拠出する大会にグレードアップ。 さらに2003年から大会のレベルに応じてゴールデンリーグ、スーパーリーグ、グランプリ、グランプリの4つのカテゴリーにリニューアル。2006年にグランプリとグランプリのカテゴリーを統合し、ワールドアスレチックツアーとして3つのカテゴリーに。そして2010年から旧ゴールデンスーパーの2つの大会をダイヤモンドリーグ、グランプリをワールドチャレンジの2つに見直し、 全部で28大会を開催した。ワールドチャレンジは、それぞれの種目に、世界ランキングで、原則50位以内に入った選手から4人以上が、出場し、国際陸上競技連盟、クラス2以上の公認スタジアムで開催される。2019年シーズンを最後に終了し、2020年からは、ワールドアスレティックスコンチネンタルツアーが開始される。ありがとうございます。